おはよう。こんにちは。今日ちょっと夜ね、難しそうやったのでこの時間にしました。あのお仕事の時間の関係で間に合わないから10時まで。こんにちは。なんかそう、お話し会のやつもなんかちょっとその後に撮るやつがあるらしくて、ちょっとね早くなったよ。15分きっかりで終わんないとあれだ。なんだっけ、ああ遅れちゃう。忙しいのよ、しありがとう。 いえ全然、こちらこそありがとう。ちょっとねまだ起きて20分ぐらいだからめちゃくちゃ眠たい。久しぶりの配信、忙しいのありがとう。こちらこそありがとう。えらい全然よ。お話できない、私楽しみにしてるね。ボサボサっていうのはそっちから言っちゃいけないんだよ。チーズ来ましたか、ありがとう。こんなじゃあ起きたてみたいな状態。こんばんは。めっちゃ晴れてるの。あ、そうなん、嬉しみ。起きたって感を感じる。確かまだちょっと晴れとる目が。うん、多分ほら、あ、めっちゃ下から出ちゃった。6位の日暖かいの。でも私部屋の中いるけど超寒い。おはよう。まだ寝起き。そうだよ、ちょっと寝起き。めっちゃ毛穴まで見えんくない。なあ、そっちから言わないの、デリカシーがあるのよ。こんばんは。いらっしゃい。こんにちは。夢ね、夢見た気がするんだけど覚えてない。見たなっていうのを覚えてる。
はよう。いい夢か覚えてない、普通だった気がする。なんかメンバーってよく出てくる、メンバー出てこないです。基本私誰が出てきたか覚えてない夢しか見ないので。こんにちは。今日なんかドレスみたいな、ひなさんからいただいたやつの中で着るよ。おもひめありがとう。おもちゃ夢で大抵何かから一緒に入れて大怖い怖い、それはうわーって感じじゃん。暖かいよ。今日は大人わかんない、どっちかなわかんないです。こんにちは。雨降ってない、えわかんない、なんか朝雨降った音が聞こえた気がしたけど、気のせいだったのかもしれないし、気のせいじゃなかったのかもしれない。止まってた。ごめん、今なんか鳴ってた。久しぶりに会えたし、お、楽しみにしとる。帰り、ただいま。充電じゃない、あのあれ、バッテリーとかじゃなくて、普通に電波？自分は別に何の原因はないはず。充電は切れてないよ。今結構あるから。かわいい、ありがとう、おかえりなさい、ただいま。成人になる前の最後なんですか。そうだね、そんな成人とはあんま思ってないけど、そうね、そう、家のネットワークが、誕生日まであと10日。そうね、誕生日か。まちゃんずっと子供でいてくれ。わかんない、子供なのか子供じゃないのかわかんないんですけど、自分の
通ぐらい誕生日近い、うん、多分そうか、近いか、うん、なんかそんなね、誕生日だみたいな感じではないです。そんなに、あ、来たかって感じ。前みたい、前めっちゃね、誕生日の時張り切っとったんじゃけど、あ、落ちちゃった。そんななんか張り切らんなってしまった。誕生日は何食べたいかな。誕生日で喜ばなくなったら大人になったらしみじみいやー、まあ嬉しいけどね、その当日とかになったら嬉しいと思う。ワクワクって、うん、お誕生日おめでとうは今日まで大丈夫、まだいらないから、あの、なってないから、ありがとう。まだ誕生日喜んでるとし、うん、当日になったら喜ぶ。でもまだ遠いからさ、まだ10日もあるからさ、別にまだ時間が。今日言おうと思ってた？嘘？え、じゃあ言って言おうと思ってた。ミス、ぜひぜひ今日お会いしようと思ってる。そうなったの？迷ってた。まあ10日もあるもんね、直接言えないけど。じゃあ言ってほしい。みんながそういう感じじゃないって思ってたからごめんね。じゃあ今日誕生日の気分でいますね、私はまだメイクしてないけど、多分ちゃんと服とか着たら。迷ってた。あー、そういうことか、間違えてんな。なんか寒かった、首が。直接お話できるのは12月だから。オッケー、ありがとう。今回と次回クリスマス。オッケー、ありがとう。あ、そうね、直接枚数少ないし、あれやな、もうすぐおめでとう、それもいいね。会えるって当たり前じゃないの、しみじみだそうだよね、なかなかお話しか言わなかったきね。なんか自分もほんとみんなと話すのがほんとに久しぶりな感じがして。誕生日近くで話すの、そうね、ちょっとなんか地味に離れてるからさ、あれだね、なんかなっとる。それでは、桃花さんは読もうかしらね。まだか、ごめんね、よいしょ。なんかすごい外の音が聞こえたけ一回止めとった。すごい超音が鳴ってたので、あ、今もちょっと子供ちゃんの声が外で聞こえてるんですけど。そう、なるほど、そうそう、ごめんね。なんかそう、外の音がまあめっちゃ聞こえてしまうので。時間、13位のタカさんありがとう、12位のフミヤとマクウフフさんありがとう、11位のマーさんありがとう、10位のハネモさんありがとう、9位の奈良西さんありがとう、1位のミンさんありがとう、会えるの楽しみにしてるね、7位のタレモさんありがとう、6位のキビダンゴヒコニーさんありがとう、5位の幻さんありがとう、4位のマペアンノッピーさんありがとう、今日よろしくよろしくね、3位のジェイタンさんありがとう、また後で、また後で、2位のドラガンさんありがとう、大好きありがとう、1位のケイシティさんありがとう、今日もお話し会楽しみにしてるね、癒されに行きましたね、ありがとう。ちょっと急ぎになってしまってごめんなさい、また後で会えるの楽しみにしてます。バイバーイ。